才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。明かしてありますこのベルトを腰に今チャンピオンが入ってまいりました。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャープロレスリングノア205パウンド丸藤直道。丸藤赤コーナーチャンピオン全日本プロレス195パウンドカズハヤシ。レフリー和田恭平。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。老快なテクニックを駆使してまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか、させません。ソバットを打ち込みます。腕を回します。DDT で切り返した。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。このあたり切れ味鋭いですよね。そうですね、シャープに入ってますよ。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。あっとキャッチした。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ブレンバスターで切り返します。掴んだ、エルボーで返します。掴みます。あっとエルボー、ドロップキックを見舞ってまいります。行くのか、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。引き起こし蹴ってまいります。乾いた音が館内に響きます。組み合います。この辺りの攻防目が離せませんね。こういうレスリングの攻防は素晴らしいですよね。行くのか、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。ロックアップ、逆に振り返した、ショルダーをぶつけていきます。組
みに行きます。フライングメイヤードロップキックを放ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックスリーパーに捉えます。顔面へのキックです。組み合います。逆に投げてまいります。ブレンバスターに取ります。技をかけてもこうやって読んでますからね。面白いですよね。本当にそうですね。ロックアップ、リング下に落とします。組みに行きます。グラウンドでの攻防に持っていきます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。バット返します。エルボーでブロック。フライングリールキック、そのまま固めます。カウント2で返します。掴みます。バット一回転してる。キックドロップキック、ピンポイントであります。抱えます。ウィッシャーマンバスター黒字に折れ曲がった。おっとクランチラップで締め上げる。キック、うわ、この球に入りましたよ。脳髄に響いたか。2位を落としていく。ドロップキック的確であります。おお、これは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。あっと倒していった。ドロップキックが突き刺さる。10分経過、10ミリ組み合った。場外に落とした。ガジェット組み合った。あっと切り返した。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。さあガッチリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。リングに戻ります。蹴っていった。いけるか。ボディスラムで投げつける。あった、あった、晴れて攻撃。フロントキック、ドラゴンスクリューで倒した。変形のレッグロック、クランチループだ。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。逆にパンチ、トップロープを奪う。対空してのミサイルキック、ストッピング、無重力状態からフラッシュリング。おっと逆に捉えた。あっと円錐切り、固めていく。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。ああ脳天2だか。うまく切り返した。トラースキック、喉元、いけるか。コーナーに振って、ジャンピングしてのエルボー、組み合った。ボディスラムで叩きつけた。抑え込んでロープブレイク、組み合った。逆にロープに振った。さあサバイバルはどっちなんだ。
ップの戦いのジャングル、密林の王となるのはどっちなんだ。ファイナルカット、ノーテンツーだしか。ヒールキックがこめかみに入った。場外に降りる。ガチッと組み合った。コーナーに振った。あと知らないか。落とした。丸めていく。うわあ、危ない。カウント2であります。あと裏カンナだ。カウント2.98。あと逆に捉えた。バックを取って、あと固めていった。やっほー。トップを伺ってまいります。この男、ケンタの入場であります。このベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、190ポンドケンタ。赤コーナーチャンピオン、200ポンド金丸よしのぶ。西永修一、金丸。次
沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。強烈であります DDT。 ガードします。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。腕を回します。あっとストマックを狙ってまいります。ギロチンを落とします。組み合います。対角線に飛ばした。ニーアタック、エビに固めます。ロープブレイクです。チョップがうなってまいります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。キックを打ってまいります。あっとエルボー、あっと逆に捉えた。バックを、バックからスリーパーに入ります。強烈なキックです。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ランニングしたのエルボー、組みに行きます。コーナーに振った。走り込んだのエルボー、スタンディングを取らせます。掴んだ、肘を打ち込んでまいります。抱えます。パンチで返します。行くのか、逆に倒します。こうやってね、一点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ロックアップ、切り返します。引き起こします。小脇に抱えます。さあバックドロップだ。ラフ三方に転じます。顔面へのキックです。エルボー掴みます。キックで返します。ドロップキックが突き刺さる。足を殺していった。いけるか、あっと返した。エルボーで切り返す。あっとキック、アキレス腱を決めにいった。ここでロープブレイク。ブレンバスター行くのか、あっと逆に投げていった。ムーンサルトプラス、3つは入りません。バックに回った、ベースバスターで叩きつける。引き起こす、腕をフックした。リング上の殺虫剤 DDT、 抑え込んで、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。ロープに振った、全体重を浴びせたラリアット。抱き起こす、投げっぱなしのジャーマンスープレックス。立たせていく、バックを取ってエビ固めで押さえ込んだ。ロープブレイク、抱えた、 DDT、組み合った、逆に返した、首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、ガチッと組み合った、逆に振り返してストッピング、足を打ちつけていった、場外に降りる、
気合を入れた。リングに戻ります。組み合った、腕を絡めて抑え込んだ。岩壁の母の胸に抱かれました。ラッシュの嵐が襲う。ブロックした、起こした、ガチッと組み合った、逆に振り返した、エルボー強烈、あっと顔面、腕を殺していった。あっとキャッチした。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。トップロープを狙う、コーナーから全体重を浴びせた。放っていくのか、急降下にタップ、引き起こす、トップロープを奪う、ディープインパクトが突き刺さった。全体重を落としていった。エビに固める、カウント3つ入りました。腰に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。本日のメインイベント、世界タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、300ポンドザ・グラジーエイター、グラジー270ポンド太陽系赤コーナーチャンピオンチーム、215パウンド剣道カシン、カシン250パウンド長田
せ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組み合います。フライングメイヤー、チョップであります。掴んだ、キックを割ってまいります。足首が悲鳴を上げます。アンクルホールド、行くのか。フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。肘を打ち込んでまいります。エルボードロップを落としてまいります。ストンピングです。チョップが上がってまいります。組みに行きます。コーナーに振った。カウンターであります。あ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。決まり具合どうでしょう。ちょっと切れてますね。ガンバイハイキック、相手を挑発してまいります。組み合います。リング下に落とします。下に降ります。強烈なキックです。抱えます。逆に切り返します。掴みます。ナックルを打ち込んでまいります。この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、シャープに入ってますよ。リング内に戻ります。逆水平、行くのか。させません。ここでタッチです。フロントからのキック、蹴ってまいります。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。ストッピングを叩き込んでまいります。ジョークスラム、豪快。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。ハンマーを打ち込んでいきます。掴みます。立ち上げ式で打ってまいります。おっと、逆に捉えた。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。ロックアップ、倒してまいります。スリーパーに捉えます。ロープブレイクです。腕を取ります。腕攻めに転じます。腕をフックします。パンチで返します。掴んだ、クラッシュからエルボースマッシュ、ネックティーカードロップ。相手を誘ってまいります。スイッチしてまいります。切り返します。腰を落とします。打たせません。逆に投げてまいります。起こします。エルボーでブロック。あっと、ハリケーンスパイクに持っていった。ストンピングを叩き込む。起こした。あっと、飛びついてハリケーンスパイク引き起こす。返した。ストッピング、
やはり振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。ローザンが火を吹いた。ロープブレイク、ロープブレイク、ロープリフト。これは強烈ですね。そうですね。あとキャッチした。ドラゴンスクリューで倒した。3にも4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。
星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。アジアタック選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、370パウンドジャマール、いけよ。305パウンドディエロブラウン、頑張れ。赤コーナーチャンピオンチーム、235パウンド、ウチマサノブ、ウチ270パウンド、タヌケンイチョウ、レフリー和田恭平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、バックからスリーパーに入ります。ロープブレイク、ナックルを打ち込んでまいります。パンチで返します。ゼロ戦、鉄拳を見舞います。グーを打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。ラフ殺法に転じます。掴みます。させません。行くのか、逆に投げてまいります。WAR スペシャルに持ってまいります。掴んだ、ガードします。スイッチしてまいります。ロープブレイクです。組み合います。パンチで返します。ハンマーを振りかざします。組みに行きます。リフトアップ、リフトアップ、そのままプラスしてまいります。行くのか、ボディースラムで叩きつけます。起こしてまいります。ラリアット、腰を落とします。リバースで返します。掴んだ、弓を引くナックルであります。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。返してまいります。顔面を捉えます。蹴ってまいります。フロントからのキック、気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。掴みます。顔面を狙ってまいります。鉄拳を見舞います。キックを打っていきます。巻き投げで切り返します。スリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。
を殺してまいります。張ってまいります。キックで返します。ここでタッチです。グーパンチです。掴みます。逆に返します。掴んだ。フロントからのキック。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。スイッチしてまいります。ロックアップ。リング下に落とします。リング下に降ります。ブロックします。組みに行きます。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。喉チョークスラム、ハイアングル。リングに戻ります。さあタッチ。場外に降りる。10分セカンド。組み合った。10ミリ。ロープに振った。バックに回ってスリーパー。サンドイッチだ。蹴り上げていく。2位を落としていく。コーナーに登ってリングに戻ります。組み合った。あと逆に投げていった。このポーズ起こした。ここでタッチだ。立たせていく。
もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。フロントキック、奥歯を噛みしめた。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。カイナ力で締め上げるダブル AR スペシャル。ハンマー気味のパンチ、そのままタイ固め。カウント2、返しました。引っこ抜きか。ハンマーを振りかざす。ガチッと組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。引き起こす。ライアット見栄を切った。片エビに持ち込む。オールを返します。バーッとパンチ強烈。いけるか。バット逆に返した。気合を入れた。ストッピング強烈。中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。組み合った。させません。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。エビに固める。カウント 2.5。 サンドイッチのエンジン。日本だ。逆水平起こした。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。ここでタッチだ。闘魂が燃え盛る。引き起こす。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、エルサムライ高岩達人入場。ユニットが結成されました。その姿を今表します。
赤コーナーよりチャンピオンチーム邪道下道入場。星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。IWGP ジュニアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム179cm 100kg 高いわ達人。180cm 92kg サムライ。赤コーナーチャンピオンチーム174cm 90kg ゲドー 180cm 96kg ジャドーレフリー田山正雄。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ボディスラムで叩きつけます。相手を挑発してまいります。キックを打っていきます。組み合います。切り返します。フェイスロックに入ります。ロックブレイクしました。行くのか。あっと、倒します。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープに逃れました。蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。フロントからのキック、チョップであります。ロックアップ、あと返します。ニーを落としてまいります。スイッチしてまいります。組みに行きます。ボディースラム、逆十字に持ってまいります。ロープブレイク、掴みます。あと急所攻撃、組み合います。ロープに振ってショルダースルー、気合を入れてまいります。逆に返します。このポーズです。腰を落とします。リバースで返します。します。この辺り館内も
ヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ。抱えます。あとリバースで返してまいります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。掴んだ。頭突きを打ち込みます。相手を挑発してまいります。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。15分経過。エルボー強烈。
そのまま後ろに落としていった。さあ腕しぎの体勢だ。ここで立ちた。20 minutes passed。無差別級選手権試合、青コーナーより挑戦者、新日本の未来を背負え、中村俊輔入場。さあ、新日本期待の格闘超新星中村俊輔が戦いのリングに入ってまいります。赤コーナーよりチャンピオン、アンダーサーティーに未来を託せ、棚橋弘至入場。未来を背負うビルドアップボディ、棚橋弘至が入場してまいります。
ぜ。アンダーサーティ無差別級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、188センチ、104キロ、中村慎介。中村。赤コーナーチャンピオン、181センチ、107キロ、田無ひろし。レフリーレッドシューズ運動。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。意地を打ち込んでまいります。タックルさせません。外してまいります。あっと、キャッチした。足攻めに転じます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。フライングメイヤー、スリーパーに捉えます。ロープブレイク、打ち込んでまいります。ブロックします。引き起こします。させません。フロントからのキック、テイクダウンを奪います。抜けてまいります。ガードします。足に照準を絞るのでありましょうか。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。掴んだ。切り返します。掴みます。ストマックへの攻撃であります。男が男に惚れる、まさにそんな言葉すら形容に値するこの中村慎介。かっこよすぎるこの男。しかしその最大の魅力は内面からあふれ出るファイティングスピリット。新日本、いやプロレス界の未来は格闘超新星中村慎介に託したぞ。足を絡めます。マウントを取ります。させません。ガードを取ります。嫌がってますよこれ。ガードします。外してまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。ブロックします。スリーパーで締め上げます。ランニングしたらエルボー、起こしてまいります。キックを打ってまいります。抱えます。スロイダー気味に投げてまいります。起こします。腕を回します。エルボーで返します。行くのか。逆に振り返した。ドロップキック。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。足を抱えた。引き起こす。腰に手を回した。あっと、逆に丸めていった。肩が上がります。足を取った。円錐蹴り、エルボー強烈。腕をフックした。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。組み合った。逆に振り返した。あっと、エルボー、アキレス腱が頭に入った。ロープに逃れました。いけるか。そのまま締め上げる。ここでロープブレイク。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちでいってますよ。はい、ガチッと組み合った。ロープに振って、あっと、逆
逆に捉えた。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。ロープブレイク組み合った。逆に返した。ストンピング強烈。いけるか。あと逆に返した。そのまま体固め。カウントダウン。小手起こした。抱えた。ネックロックガッチと入った。落とすのか。岩壁の母の胸に抱かれました。逆に引っ張ってしまった。10分経過。10ミリ。逆に切り返した。ここでロープブレイク。すごい顔で打つ。打たせない。おっと逆に捉えた。バックを取って、バックを取り返す。ジャーマー。綺麗な人間鏡。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。あと耐えた。ブロックした。抱き起こす。スペアタックル。腕しぎ入った。ロープに逃れました。抱えた。させません。ガジェット組み合った。強烈に叩きつける。引き起こす。いけるか。あと逆に倒した。体を預ける。カウント3が入りました。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、自他ともに認めるザ・トップオブジュニア、重心サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、重心サンダーライガーが入ってまいります。赤コーナーよりチャンピオン田中実入場。さあジュニアの頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。ミノルさん、田中さん、 IWGP
ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者170センチ、95キロ、中心サンダーライガー。赤コーナーチャンピオン175センチ、90キロ、田中ミノル。レフリー田山正夫。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。おっと逆に捉えた。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。さあ鎌固めに移行してまいります。投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。組みに行きます。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。テイクダウンを奪います。抜けてまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは知っていますからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。このポーンストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。各種の十字固めを得意とし、十字職人の異名を持ちますこの田中実。自らの名前を冠したオリジナルホールド実スペシャルの切れ味はまさに妙技と呼ぶにふさわしいものがございます。組みに行きます。コーナーに振った。アッパー気味の小手、引き起こします。バットキャッチした。円錐切り、キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。腕を取ります。腕攻めに転じます。キックを打ってまいります。ロックアップ、対角線に飛ばした。あっと浴びせ蹴りだ。起こしてまいります。腕を回します。足を取って切り返した。オープンブレイク、腕をフックします。ニーを突き上げます。ショルダータックル、浴びせ蹴り強烈、ストッピングを叩き込んでまいります。掴んだ。足を狙ってまいります。こういった地味なんですがレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。抱えます。逆に投げてまいります。リング上は首4の字固めであります。ブロックします。スタンディングを取らせます。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。行くのか。切り返します。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。バックを取ります。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。ガードします。ラフ殺法に転じます。組み合います。逆に振り返した。ドロップキック、膝。あっとうまく切り返した。ここでロッププレイク、ドロップキックが
突き刺さる。ストンピング強烈。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。抱き起こす。放っていくのか。トップロックからミサイルキック。フィニッシュになるか。ロープに逃れました。頭を掴んで、うわっと逆に蹴っていった。強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。引き起こす。こめかめに上がりましたよ。脳髄に響いたか。掴んだ。10分経過。あと逆にキック。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。コーナーに振った。ドロップキック強烈。これで決まったか。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。強烈なローだ。逆にロープに振った。あっとカウンター。キックが顔面を捉える。立たせていく。打たせない。キック抜くのか。一気にいった。ライガーボーン。ここから大技に2発3発持ってきたいですね。WMG ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、ど真ん中長州力入場。コーナーよりチャンピオン、己の道を突き進め、佐々木健介入場。
ワールドマグマザグレイテスト、プロレス界のど真ん中を突き進む王者が入場してまいります。のメインイベント、ダブル MG ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、184センチ、115キロ、長州イーキー。赤コーナーチャンピオン、180センチ、115キロ、佐々木健介。レフリータイガー服部。さあ運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。蹴ってまいります。ロックアップ、逆に振り返した、ストッピングを叩き込んでまいります。ラフサッポーに転じます。抱えます。ボディスラムです。リング上は首4の字固めであります。ロープにブレイクしました。おっと逆に捉えた。させません。ラリアット至近距離、ストーピングです。組に行きます。逆に振り返して全体重を乗せた。バーサム。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗もいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。キックを打っていきます。組み合います。鉄拳を見舞います。行くのか。ボディスラム、ストンピング、蹴りつけてまいります。プロレス界の現状をぶち破るため、ダブル J を旗揚げしてまいりました長州力。目ん玉が飛び出るストロングスタイルを文字通り体現していく長州が、今夜は熱く激しくロックアップしてまいります。ヘッドバットの連発を打っていきます。スリーパーホールドに入ります。掴みます。キックで返します。組み合います。逆に倒します。起こしてまいります。フロントからのキック、ロックアップ、逆に返します。サイドを抱えます。エルボーでブロック、ラリアット投げ倒し、カウンターであります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。ボールを返します。蹴りを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。バックドロップの体勢、強烈バックドロップ、起こした、張り手、組み合った、バット逆に返した、立たせていく、正面から投げていった、引き起こす、抱えた、ボディスラムで叩きつけた、引き起こす、張った、首根っこを掴んだ、ヘッドバット、
ブレーンバスター行くのか。ブレーンバスターで投げつける。おっと、腕をロックしての袈裟固め。ロープブレイク。腕を回した。ブレーンバスターで叩きつける。一気に料理するのか。掴んだ。させません。もう気持ちだけで打ってますね。はい、エルボーで切り返す。ブレーンになりましたよ。はい、ブロッキー状態か。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。頭を掴んで、容赦のないヘッドバット攻撃。ここでサソリ固め。スコーピオンデスロック。ガジェット組み合った。コーナーに振った。あっと、コーナーに据え付けた。キック、サイドを取った。いなりの効いたバックドロップ。右腕に命を吹き込む。起こした。いけるか。10分経過。ロープに飛ばした。リキラリアット投げ倒し。さあ、いった。サソリ固め。組み合った。ロープに振って、リキラリアット。さあ、サソリの毒が注入された。ここでロープブレイク。あっと、逆に蹴っていった。コーナーに振って、チョップ強烈。きちんシンク。ガッチリ決まった。ストラングルホールドガンマー。掴んだ。ラリアット強烈。蹴り上げていく。あっと、逆に切り返した。バックを取って。これ危ないですよ。盲点粉砕か。ガジェット組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。エビに固める。どっから来るんですか、この力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。逆に振り返した。逆に抱き起こす。引っこ抜きか。パワーボム投げ捨て。ラリアット。ここで持っていくのか。場外に移行した。腕をフックした。オクトの剣を抜いた。15分経過。抱えた。今首から突き刺さりましたよ。盲点直下型か。アームバーと袈裟の複合技だ。リングに戻ります。腕をぶん回した。いけるか。あと、トルネードパン。カウント3つ、カウント3つ入りました。
権試合、青コーナーより田中正人、橋本慎也入場。3にも4にもなる大谷、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーよりラッキーキングジョー入場。橋本キングジョー、本日のメインイベント、ロッキー天下一タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーロッキー、173cm 135kg 橋本田中正人、赤コーナー118cm 120kg キングジョー、175cm 95kg ロッキー。レフリー阿部慎介、キングジョー。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、組に行きます。ロープに振った、抱えます、ブレンバスターでぶん投げます、肩をつけます、肩が上がります、腰を落とします、ストバックに突き刺さります、掴みます、キックで返します、乾いた音が館内に響きます、逆に投げてまいります、掴んだ、足を殺してまいります、ボールに入ります、ロープブレイク、スイッチしてまいります、ロックアップ、ボディースラムです。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴りを見舞ってまいります、
打ち込んでいきます。掴んだ、アウト、エルボー、キックを打っていきます。行くのか、ボディースラムで叩きつけます。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。スタンディングを取らせます。行くのか、巻き投げで切り返します。ロックアップ、フライングメイヤー、サッカーボール逆進兵、ガードします。秘密ジェルトップです。組み合います。逆に投げてまいります。エルボードロップ、腕をフックします。リバースで返します。起こします。手先にトップであります。出る姿というのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。あとリバースで返してまいります。ボールを返します。フロントからのキック組みに行きます。巻き投げで切り返します。起こしてまいります。儀式の愚か、組み合った、逆に返した。いけるか、あっと切り返した。変形のストレッチ系に持っていく、ロープに逃れました。引っこ抜きか、反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。さあ首をかっ切った、ガジェット組み合った、ロープに振った、ラリアット、2位を落としていく、チョップ、バックに回った、スリーパー、ガッチリ入った、あとキャッチした、あと逆にパンチ、いけるか、すごい形相で締め上げていく、強烈ダブルに、あっと逆に捉えた、あっと返した、組み合った、逆にロープに振った、あっとカウンター、モンゴリアンチョップ強烈、モンゴリアンチョップ、一気に締め上げる、強烈キック攻撃、ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した。さあこれは逃れることができるのか、これは決まってますよ、あっと倒していった、フェニックススプラッシュ、不死鳥が鳴った、3つは入りません、スペアタックル、どうか、
あっと逆に蹴っていった。エルボーで返す。やっと放っていくのか。スーパーフライで飛んでいった。カウント3つは奪えない。ハンマーを振りかざす。これで決まったか。カウント 2.5。 蹴り上げていく。掴んだ。スピンエルボー。腕を固めた。ここでロープブレイク。エルボーを入れていく。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、ロープに飛ばした。スピニングエルボー。逆水平。そのまま叩きつけていった。立たせていく。爆殺シューティングか。カウント入る。ロープブレイク、ロープブレイク。ここでスイッチ。トラースキック。喉元。腕をフックした。あと耐えた。ブロックした。抱き起こす。抱えた。腰に手を回した。フライングリールキック。あっと腕を取った。
IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより高山義弘、大森高雄入場。強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。赤コーナーよりスコット・ノートン、中西学ぶ入場。されました。今2つの魂が1つになってまいります。のメインイベント、ノートーン IWGP タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー190cm 110kg 大森高雄、196cm 125kg 高山よしひろ。赤コーナー186cm 120kg 中西まなぶ、188cm 150kg ノートスコットノートン。レフリー田山正夫。行け大森。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。カウンターで返します。顔面に突き刺さります。バックからスリーパーに入ります。腕をフックします。膝を入れていきます。バットキャッチした。バックに回ります。小脇に抱えます。アップとエルボー、バックドロップのさせません。ロックアップ、逆に倒します。ここでタッチです。エルボーを入れていきます。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。組み合います。倒してまいります。ラフサッポーに転じます。
ハンマーを振りかざします。ラフな展開になるのでありましょうか。打ち技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。はい、グロッキー状態から引き起こす。トップロープを狙う。
を掴んだ。2位を突き上げる。腰に手を回した。標高 8000m、 エベレスト級のジャーマン。腕を回した。そのまま叩きつけていった。さあ決まるか。カウントは2つ。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。フィニッシュになるか。ボールを返します。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気合ですよ。ヒートアップしてますよね。ここでスイッチ。お客さんが足を踏み出しています。ものすごい重低音バズーカ。おー、マックスバルテージ。トップロープを奪う。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。あと逆にキック、引っこ抜きか。ファイルドライバーがグサルと突き刺さった。コーナーに登って急降下、膝バックだ。すごい形相で締め上げていく。頭を掴んでエルボーを打ち込む。サンドイッチのラリアット。強烈に決めていった。起こした。首切り斧が火を吹くのか。カウント3が入りました。
が結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。星に巻かれるドリコとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。森島、三沢、本日のメインイベント小川さん、 GHC タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。森島、青コーナー挑戦者チーム、森島275ポンド、森島武史、森島290ポンド、いきよーたけーしー、いけー赤コーナーチャンピオンチーム、小川、210ポンド、小川よしなり、小川さん255ポンド、三沢みつはる、レフィーマイティー井上。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ランニングしたのエルボー、フロントに捉えます。フロントからのスープレックスに転じます。起こします、エルボーでブロック、掴みます。逆にバックに回った、させません、ロックアップ、巻き投げで切り返します。行くのか、逆に投げてまいります。スリーパーに捉えます。組みに行きます、逆に返します、足を狙ってまいります、組み合います、パンチで返します、エルボーを入れていきます。ゴールデンクラキブレンバスター、リング下に降ります、掴んだ、蹴りを見舞ってまいります、組み合います、返してまいります、リング内に戻ります。ここでタッチです、キックを打っていきます、抱えます、耐えます、腕をフックします、ストマックへの攻撃であります、腕を回します、ブレンバスター、組みに行きます、
ボディスラムで叩きつけます。ラフ殺法に転じます。腰を落とします。打たせません。小脇に抱えます。エルボーで返します。逆に切り返します。膝を殺してまいります。抱えます。パンチで返します。フロントに捉えます。させません。行くのか。逆に倒します。カバーの体勢。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。ロックアップ。ロープに振ってエルボー。ストンピングを叩き込んでまいります。腰を落とします。今すごい角度でしたね。いやちょっと頭打ってるかもしれませんね。ロープブレイクです。ドロップキックを放ってまいります。キックを打ってまいります。腕をフックします。エルボーを振り落とします。キック攻撃を見舞います。顔面を捉えます。エルボードロップ。スタンディングを取らせます。円錐蹴り。エルボーで返します。ロックアップ。逆に振り返した。走り込んでのエルボー。足を殺してまいります。10分経過。10メレッツゴー。行くのか。ロープに振った。肘を打ち込んでまいります。組み合います。逆に返します。エルボードロップ落としてまいります。組みに行きます。返してまいります。逆エビ固めに移行してまいります。ロープに逃れました。抱えます。こういう技を見てても気が取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれませんけど、レスラーは浮き身の練習を200点ほどやってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうですね。リング下に降ります。ロックアップ。お気を付けください。サイカリング内に戻ります。グーパンチです。組みに行きます。あと返します。行くのか。切り返します。引き起こします。バックに回ります。バックドロップで叩きつけます。あとエルボー掴んだ。キックで返します。組み合います。ロープに飛ばした。ファン内もどよめいてますね。そうですね。こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。タックルでぶちかまします。ストンピング。蹴りつけ
てまいります。起こしてまいります。後頭部演じ15分経過15メレットこの辺りの観察攻撃いかがです。ちょっと浅いですね。そうですか。乾いた音が館内に響きます。組に行きます。逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。バックドロップの体勢。ハンマーが襲ってまいります。掴みます。蹴ってまいります。エルボーを入れていきます。ラリアット投げ倒し全体重を落としていった。ロープにブレイクしました。ロックアップ逆に倒します。小脇に抱えたエルボーで返す。掴んだショートレンジ気味のラリアット。肉体を躍動させる。起こした。あと逆に丸めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。ロープに振って腕をフックした。打たせない。頭を掴んで、あっと逆にキック。片エビに持ち込む。肩が上がります。ガチッと組み合った。場外に落とした。見栄を切った。場外に降りる。20分経過お気を付けください。足を狙っていった。組み合った。お気を付けください。鉄柵いけるか。お気を付けください。鉄柵リングに戻ります。ここでタッチだ。リングに戻ります。
いけるか。あと逆に投げていった。立たせていく。突っ張り素早さっぽう。首根っこを掴んだ。至近距離からのラリアット。ここでスイッチ。場外に移行した。蹴り上げていく。あとフック。組み合った。巻き投げで切り返した。リングに戻ります。染み渡る。あと逆に切り返した。ここでロープブレイク。ブロックした。キック。フロントに捉えた。バックに回った。ジャーマー投げっぱなし。バックを取ってエルボーで切り返す。コーナーに登ってあっとミサイルキック。組み合った。あと逆に投げていった。落とし、ストンピングを叩き込む。エルボーを打ち込む。あと強烈。フロントに捉えた。させません。30分経過。サーティーメレット。いけるか。ロープに振った。DDT 首根っこがへし曲がった。このポーズ。ストッピング。カバーの体勢。ロープブレイク。きちんシンク。抑え込んで。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。うまく切り返した。ロープに逃れました。バックを取ってエルボーで返す。引き起こす。腕をフックした。エメラルドクローザー後頭部キャーツ。IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーよりプロレスリングノア新世代革命児秋山純入場。
冷たく燃えるこの男、新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。赤コーナーより新日本プロレス猪突猛牛その角を突き立てろ天山博義入場。バレウシ天山博義が大見えを切って入場してまいります。秋山、本日のメインイベント、天山 IWGP ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア、188センチ、110キロ、秋山純。赤コーナー新日本プロレス183センチ、115キロ、天山ひろよし。レフリーレッドシューズ運の沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、このネックすごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。 DDT 意地を打ち込んでまいります。ブロックします。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。逆に切り返します。掴んだ、ボディースラムで叩きつけます。逆水平掴みます。逆に返します。組み合います。ロープに振った。選手っていうのはね、試合をやってるときにドラマリングが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。ブレンバスター高速で投げてまいります。あっと、キャッチした。強烈に叩きつけてまいります。組みに行きます。俺を見ればノアが分かる、そう語ってはばからない男、秋山純。箱舟の船内で誰よりも働かせてまいりました。この男の冷静なプロレスアートナー、今宵は一体何を考えているのでありましょうか。注目したいと思います。2位を蹴り上げます。バックを取ります。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れました。膝を狙ってまいります。ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。行くのか、フライングメイヤーで倒します。ドロップキックであります。スタンディングを取らせます。腕をフックします。 DDT で切り返します。行くのか、
逆に投げてまいります。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。エルボーを入れていきます。小脇に抱えます。エルボーで返します。モンゴリアンチョップ抱えます。打たせません。ガードします。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。この辺り一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。引き起こします。抱えます。簡単にはいきません。蹴ってまいります。張ります。あっとエルボー、エルボー、エルボー、抱えます。エルボーでブロック。モンゴリアを打ち込む。ロックアップ。返してまいります。ストンピングです。組み合います。ロープに振ってニーアタック。レッグロックで締め上げます。ロープブレイクです。行くのか。エクスプロイターが火を吹いた。立たせていく。ジャンピングに。ダイビングしたのはエルボー。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。起こした。ブレインバスターで切り返した。引き起こす。エクスプロイダー、いけるか。エルボーで切り返す。リングに戻ります。リングに戻ります。腕をフックした。さあガッチリ入ったぞ。決まってますね。蹴っていった。組み合う。あと逆に返した。抱き起こす。10分経過。10ミニファー。危ない。モーテン2だか。起こした。打ってる方も辛いはずですよ。はい。ネックロックで強烈にクレドメを締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。エルボーを打ち込む。いけるか。逆に返した。手先切りチョップ。連携の裸締め。猛牛式。ここでロープブレイク。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。大蛇が巻きついた。アナコンダバイス。フロントキック。頭を掴んで。あっと逆にキック。組み合った。ロープに振った。あっとフロントのジョークスイッパーか。バックに回った。エルボーで返す。なんとジャンピングに引き起こす。なんとジャンピングにエビに固める。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。ボディスラムで叩きつけた。腰に手を回した。打たせない。一気に両立するのか。エクスプロイダーの体勢。円形のエクスプロイダー吸い取り落としていった。
3本のベルトを持つ王者、3回ヘビー級チャンピオンが今入ってまいりました。メインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー260パウンド小島さとし、小島赤コーナーチャンピオン240パウンド川田俊明、レフリー和田恭平。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ハンマーを振りかざします。掴んだ、エルボーを入れていきます。ロックアップ。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。組み合います。ボディースラム、サンセットフリップ、チョップが上がってまいります。ブロックします。逆スイープ、足を取ります。ドラゴンスクリュー、絞り上げてまいります。組みに行きます。グラウンドでのヘッドロックであります。キックを打っていきます。掴みます。アップとエルボー、掴みます。俺が世界一のラリアッターと断言する小島は、あのハンセンをもしのぐほどの剛腕の右腕に今日も熱いキスをする。行くのか。フライングメイヤーで倒します。サッカーボール逆水平、ローを打ち込みます。蹴ってまいります。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。抱えます。ブレンバスターで切り返します。行くのか。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。足を抱えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。スタンディングを取らせます。エルボーでブロック、フロントからのキック、組みに行きます。コーナーに振って、グーとチョップが交互に襲ってまいります。足を取ります。させません。組み合います。コーナーに振った、顔面ハイキック、逆肩指固めに移行してまいります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、巻き投げで切り返します。引き起こします。エルボー、腕をフックします。リバースで返します。
組み合います。投げてまいります。ストレッチプラムに持っていきます。蹴りを見舞ってまいります。ブレーンバスターに取ります。逆に投げてまいります。張ってまいります。腕を回します。肘を打ち込んでまいります。足を抱えます。バックを取ります。エンジーラリアット強烈。コジマックスホールドの体勢です。ロープに逃れました。ガードします。キックを打っていきます。ラフ殺法に転じます。肘を打ち込んでまいります。キックを打ってまいります。ブレンバスターに取ります。脳天砕きブレンバスター。10分経過。10ミニッツサイドを抱えます。ロープブレイクであります。行くのか。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。エルボーを入れていきます。蹴ってまいります。逆に倒します。ストンピングです。起こしてまいります。バックに回ります。ラリアット後頭部。足に照準を絞るのでありましょうか。ブロックします。走り込んでのエルボー。押さえ込んでカウント2つ。惜しい。あと逆に捉えた。あと逆にキック。ガードした。エルボードロップ強烈。掴んだ。させません。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。いけるか。コーナーに振って。あっとカウンター。キックが側頭部。エルボー打ち込む。あっと投げていった。サッカーボールキッカー。蹴り上げていく。フロントキック。抱えた。ここはチャンスですね。そうですね。ここは一気に攻めるしかないですよ。腕をフックした。キック。バックに回った。エルボーで返す。バック当たって、あっとダイヤモンドカッター。起こした。これは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。強烈サンセットフリップ。蹴っていった。首根っこを掴んだ。エルボーを入れていく。組み合った。あと逆に倒した。立たせていく。腰に手を回した。ラリアットエンジン。引き起こす。腰に手を回した。バックを取ってサイドからバックドロップ。バットキャッチした。あっと逆に蹴っていった。小脇に抱えた。脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。ストレッチプラムの体勢。ロープに逃れました。頭を掴んで
今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。ガジェット組み合った、強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく、抱き起こす、ガジェット組み合った、ボディスラムで投げつける、引き起こす、うわ、体に入りましたよ。猛水に響いたか、引っこ抜きか、パワーボール後頭部を痛打、カウント 2.98、 これでも決まりません。細かに挟んだ、パワーボムが決まった、カウント 2.98、 もう泣いている女の子もいます。ジャンピングハイキック、さあ決まるか、ここでロープブレイク、あっとエルボー、強烈ジャンピングキック、どうか、カウント3つ、カウント3つ入りました。ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、全日本プロレス260ポンド、武藤敬司。武藤、武藤。赤コーナーチャンピオン、プロレスリングノア、270ポンド、小橋健太。小橋、小橋。レフェリー西永俊一。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、
見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。足を取ります、足を殺してまいります。行くのか、場外に落とします。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。スタンディングを取らせます。重いチョップであります。起こしてまいります。汗がミストとなって飛び散ります。足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。チョップが放ってまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、あのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね、ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。エルボーで返します。ピンポイントのドロップキック、この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。腕を捉えます。あっと、エルボー、足を抱えます。こうやって攻められると厳しいですね、後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。逆に返します、返してまいります。フェイスクラッシャー、インディアンデスロックの体勢であります。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。ロックアップ、切り返します。そのまま腕を決めていきます。組み合います。リング上はコブラツイストの体勢。腕を回します。ブレンバスター、対空時間が長い。ボールに入ります。ボールを返します。高周波数の音が館内に響きます。フロントからのキック、足を取ります。パンチで返します。組みに行きます。あっと、逆に投げていった。さあ、がっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。頭を掴んで、重い逆水平だ。ギロチンを落としていった。ガードした、起こした、ハーフネルソンに取った。エルボーで切り返す。あっと、ドロップキック。ブレンバスター行くのか。あっと、逆に丸めていった。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ブレインバスターから一気にバムに持っていった。3つは入りません。首根っこを掴んだ、させません。掴んだ、ドロップキック、膝。引き起こす、ハーフネルソンスープレックス。体を預ける、ここでロープブレイク、抱えた。ブレインバスターで叩きつける。いけるか、巻き投げで切り返した。一気にスパークするのか。立たせていく、ここが攻め時ですね。相手がダメージありますからね、一気に行きたいですね。おお、架空を見上げたか。フラッシュリングエルボー、重力状態からフラッシュリング。足を抱えた、
蹴り上げていく。ガジェット組み合った。逆に振り返してスペースローリングエルボー、エンドフェイスクラッシャー、フィギュアフォーレクラック、足を抜きだ。掴んだ、ピンポイント膝、容赦のないトラップ結果、抱き起こす。あとミサイルキック、引き起こす。膝にピンポイント集中砲、シャイニングウィザード、膝が襲った。抱き起こす、組み合った。ロープに振ってきちん進化、カウントは入る。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を掴みかけるかですね。重いですね一発が。ええー、あと返していった。